陸上日体大長距離競技会見日体大チャレンジゲーム30日横浜市日体大県市大陸上競技場男子 3000m 障害でパリ五輪8位入賞の三浦龍司スバルが五輪後初レースとして 5000m の最終組に出走し13分27秒43のトップでフィニッシュ持ち前のラストスパートを光らせて確実に勝ち切り久しぶりのレースになったので、勝負感や反応を見るところ。いざ走ってみて動きの中に余裕がありましたし、ラストに動かせる瞬発力も落ちていなかった。結果としては満足いきませんが、動きはある程度良かった、と振り返った。同組に出走したマラソンでパリ五輪6位入賞の赤崎暁、九電工は13分28秒43で3着だった。3000メートル障害を主戦場とする三浦は、スピード強化のために5000メートルにも積極的に取り組む。今夏のパリ五輪決勝は激しいペース変動に転倒する選手も現れる過酷な試合だったが、持ち味のスピードとラストスパートを光らせて8位入賞。粘ることもできましたし、ラストの競り合いも辛抱強くいられた。本当に手応えがありました。さらに上のところで勝負できる選手になりたい、と頼もしく話していた。大活躍だった今シーズンを振り返り、パリ五輪が今年一番のイベントでした。入賞して、しっかり戦えるという手応えを感じて今年のトラックシーズンを終えることができたので、すごく満足していて、今年も充実していたなと思います、と清々しい表情。来年は東京で世界陸上が行われるが、モチベーションや目標はすごく高くなっている。日本で開催されますし、自分もこれまで以上にしっかりと結果で皆さんを楽しませたい、と悲願のメダル獲得へ、さらに足を磨いていく。三浦龍司、三浦龍司、2002年2月11日、島根、浜田市生まれ。22歳、陸上は小1から、京都、洛南高から順大に進み、21年日本選手権は、3000メートル障害で8分15秒99の日本新、当時、で初優勝。同年東京五輪予選でも8分9秒92の日本新、当時。五輪決勝では7位入賞。23年6月のダイヤモンドリーグで8分9秒91の日本新をマーク。同年世界選手権、ブダペスト、6位入賞。24年春にスバルに進み、同8月のパリ五輪で8位入賞。168センチ、56キロ。